明日リベリアから国際空港からタマリンドまで、シェアのシャトルバスで来たんですけど約2時間です。ここがホテルマリエオレスの向こうが客室になっています。ここに共同キッチンがあるんですけど、なんとドア閉めておいてください。どうしてかっていうと泥棒に入られるとかじゃなくって鶏が入ってきちゃうからだそうです。ここのホテルマリエオレスは、1泊税込みで60ドルのホテルで、プールはないんですけれども、一応私の部屋は、エアコンとお湯が出るという。これはなんだ、はい、ではメインストリート行ってみましょう。ビーチ目の前、タマリンド のメインストリートです。ここずっと通り沿い歩いてると、まあ、お店がいっぱいあってレストランもたくさんあります。でタマリンドでよく見かけるのがサーフィンのレッスンたくさんあります。ほらあそこにもサーフィン屋さんっていうんですか、レッスンするところありました。自転車も貸してるようです。あのバスは普通のローカルバスだと思います。どこに行くんでしょうね。この屋台よく見かけます。チキンとか売ってる人います。前の屋台で売ってるこの豚の串焼きとなんかトルティア、これで3ドルちょっと。これはここのインペリアルというビールなんですけど、インペリアルシルバーが一番美味しいです。うん、豚肉美味しいです。美味しい、うんうん、なんか屋台の焼き鳥豚肉版、ほらこんなに大きいです。野菜もちょっとだけ入ってます。タマリンドのビーチです。乗馬してる人います。それからあそこでアフリカンドラムしてる、あそこではマッサージしてる人がいます。歩いてきたんですけど、なんとクロコダイルいるみたいです。知らなかった。ここはタマリンドのブルーワリーです。もちろん見つけましたよ、ブルーワリー。どこに行ってもボルケーノブルーウィングカンパニーです。これマヒマヒのセビーチェなんですけれども、コスタリカのこの辺ではマヒマヒが取れるそうです。セビーチェが好きなので今回この旅行で一番美味しいセビーチェのお店見つけたいと思います。アイスクリーム買ったんですけど高い、3000コロン、これ1個5ドルです。高いです。セビチェ第2弾です。今日は、ホステルの近くのフードコートの中にあるに来てみました。これで5500コロンです。タマリンドの、フードトラックパーク、なんかフードトラックがたくさんある広場です。何があるんですかね。多分もっと遅く来た方が賑わってると思うんですけど、あそこで飲み物が飲む。カプセルは2杯で10ドル、
ちょっと5ドルだそうです。ニャンフード、あ、スピチュアル、コスタリカで作ってるクラフトビールを売ってる、バーがあったので、一つパッションフルーツエールっていうのを買ってみました。2500コロン、多分日本円だと450円ぐらいです。パパガヨブルーインのビールです。まあまあ美味しいです。パッションフルーツだから甘いのかなと思ったらちょっと IPA っぽいです。それと、はい、セビチェ第4弾です。フードカートから買ったんですけど、インカーステイストって書いてあるのでペルーです。セビチェはペルー発がそうなので多分すごい美味しいと思います。ここのはあのトルティアがついてないです。お魚は超フレッシュです。美味しい。これすごい辛いんですって。あ、そうでもない、大丈夫。あ、ここの一番美味しいです。今午後6時です。コスタリカはほとんど赤道に近いので毎日太陽が沈むのは5時45分ぐらいです。なんか上で素敵です。こっち見ると海岸沿いレストランたくさんあります。のから揚げを頼みました。絶対食べた方がいいと言われたので見てください、すごい丸ごとです。ちょっとガブッといけるのかな。いった、結構さっぱりしてて美味しいです。これです。一応これで10ドルです。1000円ぐらい。でもよく見るとスマが面白いですよね。あのこれ韓国のシーウィードの味付いて美味しいんですけど、アメリカでもよく見る。これとあとなんか人参形になってる、トガリとカジキです。ではカジキ食べてみます。もう食べれると思ってなかったので嬉しいね。隣のシュリンプなんとかでセビチェ食べようと思ったら閉まってたので、お隣のなんかここに来ました。ハンドルバーでなんか。クラフトビールがあったのでラッキーでした。そしてほら面白い自転車貸してるとこです。自転車屋さんです。で、あの私が飲みたいビールが2つもなかったんで、なんかいろいろ3つぐらい試させてくれて、結局このジューシー IPA っていうのにしました。結構美味しいですよ。で、ポップコーンはタダで、これで5ドル50です。で、今日はメキシコとコスタリカのフットボールの試合があるので、どこに行ってもみんな見てます。